この日の先発は矢崎。初回、制球が定まらず不安定な投球を見せるも、尻上がりに調子を上げ、気がつけば8回を無失点ピッチング。威力のあるストレート、そして変化球もゾーンに決まり、オリックス打線をわずか1安打に抑えた。課題のコントロールも腕が体から離れないように修正し、与えたフォアボールは2つだった。試合は4回、永井のフォアボールと木下のヒットでワンアウト1、3塁のチャンスを作ると、メヒア石原の連続タイムリーで2点を先制。この2点を矢崎中崎が守り抜き、2対0でオリックスを下し、チームは3連勝。ウエスタンリーグ首位に立った。この試合で2安打を放ち、打率を3割7分2厘とした木下。規定打席には5打席足りないが、支配下に向け猛アピールを続けている。ここまでの打撃内容を見てみると、特徴的なのが左投手に対して打率5割と苦にするどころか得意としているところ。しかしその一方で脆さも目につく。ボールスイング率が高く、コンタクト能力も高いとは言えず、三振率、四球率はともにチームワースト。全打席でホームランを狙っているという言葉通りのバッティングスタイルだ。ただ最近は打率の上昇とともに空振り率も改善傾向にあり、しっかり芯で捉える打球が増えてきている。理想は師匠吉田正尚のようなフルスイングをしても打率を残せる確実性と長打力を兼ね備えたバッティング。まだまだ荒削りながらも、その長打力は昨年すでに実証済み。確実性があるに越したことはないが、小さくまとまらず、このまま大きく育っていって、オフには支配下契約を勝ち取ってもらいたい。先発のマウンドに登ったのは中村恭平。全盛期のスピードこそなかったが、キレのあるストレートとスライダーで3回をパーフェクトピッチング。3回には3者連続三振をマークした。4回からは矢蓋が登板。矢蓋も3回を完璧に抑えると、中村を上回る5つの三振を奪った。終盤の3回は実績組の今村、市岡、中崎がゼロで締め、2試合連続のシャットアウト。チームの連続無失点記録を22イニングに伸ばした。試合は5回2アウト1塁3塁の場面から、庄司、木下の連続タイムリーで2点を先制すると、7回にも2アウトから中村のタイムリーで1点を追加。この3点のリードを先ほどの5人の投手が守り抜き、3対0でオリックスを下した。一軍が得点不足にあえぐ中、ファームでは打線が大爆発。4回、先頭のメヒアがフォアボールで出塁すると、そこから木下、石原、桑原のタイムリーを含む5連打で一挙5点を挙げる。その後、ツーアウトとされるも矢野メヒアのタイムリーで2点、さらにエラーとフォアボールで満塁とすると、再び石原にタイムリーが飛び出し3点を追加。最後は林のセンターバックスクリーンに飛び込むツーランで、この回大量12得点を挙げた。石原は4打点の荒稼ぎ、林はホームランを含む3安打猛打賞と復調の兆しを見せた。試合は打線が2桁となる14得点を挙げると、先発の玉村が6回1失点の好投を披露。2番手の小林がコントロールが乱れ2失点するも、14対3でオリックスに大勝し、チームは5連勝、首位をがっちりキープした。本日の動画が良ければ評価を、チャンネル登録がまだお済みでない方は登録をよろしくお願いいたします。